これから大変通りのアパートをご紹介します。まずここがアパートの前の通りになってます。ここはどこかというとビンコムセンターですね。そのすぐ近くにある通りにあるアパートです。これがアパートですね。では階段を上っていきましょう。結構いい石を使っていることがわかると思いますが、ドアもなかなか重厚で大きなものを使っています。はい、でここが、レセプションになります。でここが広い空間になっているんですけれども、オーナーさんが外国の車を売るビジネスをされていまして、そういったものでこういう絵が飾ってあるんですね。ここにも車飾るということです。では上の方に上がっていきたいと思います。では701のワンベッドルームを、撮影したいと思います。廊下はこのような感じになってまして、ワンフロアに2部屋ある形でして、廊下にもこうした絵が飾ってあります。そしてですね、こういう火事が起きた時のアラームもこのように備えてまして、ここには非常階段もあるので安心です。では早速中に入っていってみます。ドアはこのように番号で入る式の鍵になってますので、鍵をなくしても鍵をなくすというような心配はありません。そして中をご覧ください。とても豪華な作りになってます。このランプといい、家具といい、全てが豪華な作りです。こういったドアでもですね、しっかりした木の作りになってまして、とても重厚な感じのお部屋です。では一つ一つ見ていきましょう。で入ってすぐに左側にあるのが、リビングです。ソファーとあとコーヒーテーブルが置いてあります。クッションもとてもいいもので、布がとてもいいものを使っていることがわかります。そして大きなこうした高級感ある絵もかかっています。でテレビのキャビネットが下にありまして、ここにもちょっとしたテーブルありますので、花瓶とか置いていただけると思います。あとここの電話はベトナム国内とあとレセプションの方につながる電話だということです。はい、では入り口からすぐ入ったところにあるのがこのダイニングテーブルです。これもしっかりした家具の木の家具です。で3人掛けになってます。で、入り口のすぐ脇にあるのが、鏡付きのクローゼットです。で入ってすぐにこちらにコートをかけたりとか、そういったことができると思います。靴棚にしてもいいと思います。このように中はなっています。でダイニングテーブルの、向こう側にあるのがキッチンです。あと洗濯機もあります。ちょっとそれほど大きくないキッチンなんですけれども、やはり設備の方もしっかりしていて、この洗濯機は、ドライ機能付きです。でこの洗濯機の上にちょっと大きなスペースありますので、洗濯物を置いたりとか、そういうスペースとして使えると思います。でここにも大きな窓開くようになってます。空気の入れ替えとか匂い抜きなんかの時に開けていただけると思います。そしてキッチンですね。このタイルの床とあと壁が非常に落ち着く感じの色で、とてもセンスよくまとめられています。ここにはオーブン機能付きのレンジもあります。そしてあと引き出し類、このように強く閉めても緩やかに閉まる設定です。あと中に、こうした収納があります。ここには、いろいろな食器なんか収める、ラックがついてます。あと
とここですね、シンクの下にはこのようにゴミ箱がこう出るような仕組みになってます。であとシンクですね、この蛇口側の非常におしゃれなんですけれども、こういった形の丸い形の蛇口になっています。はい、そして上の方にはあの食器しまえるようになっています。こちらがコップ類ですね。そしてこちらに、お皿、茶碗などが置けるようになっています。で冷蔵庫もですね、実は3段のものでして、とてもあの背が高いタイプのものです。で用途に合わせて収納できます。次にあのこの先ほどのクローゼット横にあるベッドルームに行ってみます。はい、ベッドルームもですね、とてもあの高級感ある作りでして、まあ、こういったカーペットもしっかりふわふわのしっかりしたものを使ってますし、あとベッド、あとランプなどもこだわったものを、導入しているようです。でこちらの方もあの窓3つ開けられるようになってまして、眺めももう遮るものはないです。ないんですけれども、このようにあの表の方にこう植物がありますので、ここでも人目を遮られますし、あとこちらにあのレースのカーテンもついてますので、これでも視線は遮られると思います。そしてあの開けた時はある程度音も入ってきていたんですけれども、ここは今非常に静かです。はい、でベッド脇にはこのように本などが置けるキャビネットがありますね。でベッドルームにもこうした絵が飾ってあるのがとてもあの印象的です。でこちらベッドルームの一番奥にも、クローゼットあります。このように背の高いタイプのクローゼットです。こちら金庫付きですね。で、このクローゼットの横にあるドアは何かと言いますと、これがバスルームです。バスルームもとても広いです。タイルの色がまた、落ち着く感じの色で、あのバスルーム自体もとてもあの落ち着いた印象を受けます。では一つ一つ見ていきましょう。こちらに大きな鏡がありますね。ランプが両脇についてます。そして2つの洗面台です。でこういう風なところがやはりあのオーナーさんのこだわりだと思います。で洗面台横の、コンセントはこのようにカバーがついてます。と水が跳ねるとちょっと危ないので、あのこのようにカバーでしっかりあの水を防ぐようになっています。で、この下にもいろいろ収納ありますので、用途に合わせてあの収納できるようになっています。そして、先ほどの入ってきた入り口のドアすぐ脇にシャワーブースがあります。まあ、それほど広くはないんですけれども、一人であのシャワーされる場合にはこれで十分かと思います。そしてここからまあ湿気抜きができる窓もついてます。で先ほどの洗面台向こう側にあるのがトイレと、あとバスタブです。トイレはあのウォシュレットがついています。そしてバスタブ、大きなバスタブですね、こちらもついています。であちらの方にあのバスタブの上の方に窓もありますので、こちらからあの湿気抜きができます。こちらはタオル掛けですね。で先ほどの洗面台の横にあるドア、こちらを出るとどこに出るかというと、先ほどのリビングルームの方に出るというわけです。以上、ワンベッドルームのご紹介でした。